画面の前の皆様こんにちは、村人 Q でございます。ラクンシティ東島をやっていきましょう。パーク構成、セルフケア、セルフボタニー、みなぎる活力、共感的つながりと、いうわけで、みなぎる活力は人を治療するととても嬉しくなります。なんだっけら、人を治療してあげるとその人にいろんなバフがかかるというわけですね。まあ、PTB の時にはもうちょっとパーセンテージが低くて、こっち側で回そう。もうちょっとパーセンテージが低くて、発電機修理とかにも乗ったんですけど、あ、こんなところにいたが、今はね乗らないんでね。相手キラーカニバルですね。回復する必要のないキラーが、まあいいや。でラクーンシティもね、図書館の上が封鎖されたんで、安寧の地はなくなってしまったんで、まあ回復場所とかね選ばないと、ダメですね。よし、とりあえず1台追われてる。あ、そうか、ここも通れるようになったんだ。もう板が結構使われてしまっていそうではある。おお、まあ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 、お、ロッカーイン、あー、ダメですよ、ダメですよ。チャージ、ちょっとすまん、思った以上にスキルチェックの針遅かった。安心感入れちゃってくださいよ、ケイトさん。入ってるね。以上にスキルチェックが遅い。あ、スキルチェック遅くない？さっきちょっとね全集中使ってたんですよね。そのせいってのもあるかもしれない。まあ、ここで死ねば問題ないでしょう。カニバルこういうところきついよな。このマップもともとカニバルきつかったもんね。相当通路めちゃくちゃ狭いんですよ。上にチェーンソーがよく当たる。おい、スキルチェック遅っ。え、オーバーチャージだから関係ないよな。
回し切れるか回し切れるか回し切れるか。おい、なんなん、なんなんだこのゲームは。何度だって止めてやるさ。君がその気ならな。何度だって止めてやろうじゃないか。ここついてたんだ、あの状況下で。みんなこんな発電機好きすぎる。え、なんかオーチャージだけなんかやたら遅くない？スキルチェック、気のせい、気のせいなのかな。あ、安心感さん、お願いします、行ってやって。この奥が封鎖されてる。わあ、こんな回せねえよもう。回すんだけどさ、いや面白かったな、ハニバルと。なんかね、あの新しい構成をね、新しいパークを試してる時にね、そのパークは刺さってないんだけど面白い動画みたいなのがね結構撮れてるんですよ今回。安心感入れてきた。回りきるかな、微妙なところ、あと40秒ぐらい。あ、回りきるか。安心感、これが強いよね。まあ、フックに釣られてる人は全然安心できないと思うんだけど、見捨ててもある程度のそのサバ側にとってね、リターンが見込めるって、発電機回すっていう時間的なリターンが。出るしかないか。あんだけ4人でこう頑張ってね、発電機やってたのに、最後はしっかり見捨てていくっていう。しょうがない、カニバルだもん。安心感はまだ入ってないね。まあさすがに警戒するか。開けていいと思うんだけど、安心感があるからね。うわっ、ケイト、それまずくね。帰ろ、帰っていい、帰っていい、帰っていいっすか。ワンチャンカニバル離れないから。
救助。さあ帰ろう。よいしょ。オッケー。人助けも一回できたし、まあまあまあ。あ、みなぎる活力あるよ。あ、活力いらんかった。これも動画にしましょうか。うん。いや、お餅つき大会楽しかったね。はい、というわけで、まあ、行かせなかったけど楽しいんでよしです。というわけでご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。